エベッツフィールドはアメリカ合衆国ニューヨーク市ブルックリンクにかつて存在したスタジアム MLB ブルックリンドジャースのホーム球場であるアメリカンフットボールでは NFL ブルックリンライオンズが1926年の1年限りブルックリンドジャースが1930年から1944年までローク ブルックリンド・ドジャースが1946年から1948年までそれぞれ本拠地にしていた。エベッツ・フィールドでのナイター2009会場のシティ・フィールド、エベッツ・フィールドを模したファサードを持つ。ブルックリンド・ドジャースは1883年に創設された球団である。1902年、チャーリー・エベッツはハリー・ファンデルホーストから球団を買収した。ハリーが 球団買収に当たり出した条件は、チームをブルックリンから移転させないことだった。エベッツは球団を手に入れたものの、当時の本拠地ワーシントンパークに不満を持っていた。そのため、小さい木造の球場から、鉄筋コンクリートでできた新球場に移転する計画を立てた。しかし、その計画を実行するための資金が不足していた。 エベッツはスター選手を他球団に売り払って資金を得たが、それでもたまった金額は少なめだった。そこでエベッツは新球場建設地を地下の安い場所にすることにした。選ばれたのはマンハッタン橋から3マイル南に離れたゴミ捨て場だった。エベッツは1905年から40人近い地権者1人、カズトと交渉を始め、1912年に新球場。 建設に十分な土地を取得した。建設は1912年7月6日に開始。9ヶ月の工事を経て、1913年4月5日に開場した。右翼、ポール際からバックネット裏を通って三塁側までに移送のスタンドを持ち2万3000人まで収容できる新球場は、エベッツが自身の名を冠しエベッツフィールドと名付けた。同時に、 チーム名もロビンスに変更された。イタリア産の大遺跡を使用した球場正面などがファンに好評で、1916年や1920年にはな、リーグ優勝するなど、チームも好調だったため、エベッツフィールドには多くの観客が詰めかけた。ドジャースはブルックリンの象徴とも言える存在になっていった。ブルックリンを歩いていると、周りのアパートの窓から、 ドジャースの試合を中継するラジオが流れ、試合経過が手に取るように分かったという。1926年には外野席が設けられ、1931年にはそれが2層になり、1938年には照明塔が設置されるなど、エベッツフィールドは回収を繰り返した。1946年からの10年間でドジャースはな、 リーグの全収入の44%を稼いだ。しかしその一方で、1950年からドジャースのオーナーに就任したウォルター・オーマリーは、球団の移転を考え始めていた。3万2000人収容の球場では手狭になってきた、上、ウォール街から地下鉄で20分という立地条件に、対して夜間の治安悪化を懸念する声が出始めていた。オマリーとしは、協議したが、 市側の示した新しい土地と駐車場に関する提案に、オマリーは首を縦には振らなかった。最終的にドジャースは、ロサンゼルスへの移転を決定した。人口や産業の伸びが期待され、飛行機の発達で移動もスムーズに行えるようになったことが決め手だった。ファンの抗議は激しかったが、決定が覆ることはなかった。1957年9月24日。 エベッツフィールドでの最後の試合が開催されたが、観客は6700人ほどしか集まらなかった。1960年2月23日に取り壊されたエベッツフィールドの跡地には現在はアパートが建っている。そこには、かつてエベッツフィールドがあったことを示す記念碑が飾られている。2009年に開場したニューヨークメッツの本拠地球場シティフィールドは、 かつてのエベッツフィールドを基盤として建設され、外観もエベッツフィールドを模したデザインとなっている。跡地に建てられたエベッツフィールドアパートメンツ。1972年にジャッキー・ロビンソン・アパートメンツと解消した単位はフィート1フィート30.48センチ。ありがとうございます。